タグサタ558回目みんなで言わないもんダメだもう一回言おうかはい、いきますよラブサタ558回目結局グダグダサマチソネちゃんがゲストでーす私が勝手に入っちゃったんだけど加藤美智子です高橋あさみです、はい、あれあ、そうか、すごい大丈夫だと思うよ大丈夫、うん、はい、はいぐだぐだ大丈夫ですかさっきのでいいと思いますよそれもなんか YouTube っぽいんじゃないですか、はい、さあ、はい、ということでさなえちゃん2時間ありがとうございましたありがとうございましたお疲れ様でした。いや今日も本当にたくさんのメッセージいただけまして皆さんの地元愛をもう熱く感じております、ね、すごかった本当にすごいいっぱい、ね、あの地元のメッセージいただいて読めなかったんですけどちゃんと目を通させていただきまして、はい、行きたいところが増えた ね、 そうだ ね、 ねあんなに魅力的なところがまだいっぱいあってね、うん、なかなかこの旅行の行き先としてあんまり上がってこないような場所とかもあるじゃないですか、うんうん、そうだね、うんうん、ねだからそれは面白かったかもねそうですね知れますしねもったいないよねやっぱね知らないってもったいないねと思ったね。そう宮古のさ、はい、海よ。ビーン、ね、ビンドン。まあビンドンはまあいろんなものが入ってる、うん、イクラとかウニとか、まあその種類によっても違うんですよ。でお店によっても違うので、うん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 、まあ冷凍とかで通販もあるけど、実際はやっぱ行って食べていただくのが一番ね。やっぱそうだよね。見せてもらったけど、本当牛乳瓶のね、そうなんか感じぎゅうぎゅうに詰まってて、自分で丼を作れる。いやね。普通のウニは普通の牛乳瓶に入ってます。うんうんうん、ああそうなんだね。生ウニ。さあね宮古のなんか美味しい話とか、はい、自然の話とか、うんうん、いっぱい聞きましたけど。うん、はい。今日はさなえちゃんの地元弁で、はい、宮古弁、宮古弁っていうのかな、うん、でちょっとねあのお話ししてもらってこれがね意外と結構難しくてですそうです。何を言ってるのか私たちが分かるのかっていう、そうなんですよね、まあ、皆さんもですね聞いてて、あそうね、うん、多分文章にする方が難しいと思うんで、ああ単語とかの方がいいかもしれない、うん、単語ねぜひちょっとそ の、 あの宮古弁何言ってるかクイズそのまんまやそのまんまタイトルいいですね、まあ、そうですね、ね、ちょっとやってみようかなと、はいはい、皆さん、はい、まあ濁るので宮古弁って呼ぶ、宮古弁、まあはい、あさっき最初からそうあずいってね、うん、そうそうメッセージ、あずーとかあずいとか、あずーっていいね、なんかあずーなあずーな今日あずーなあずーなってあさみさん言いそうだけど、なんか私言いそうだね。言いそう言いそう。いやこれなんかさなえちゃんの宮古弁、私結構ねスポンジみたいにね吸収しちゃうからね。吸収しちゃうから、すぐ出ちゃうんだよね。そうなんです。それはそうよ。だからちょっと宮古弁映るかもしれないけど、この放送中に。割とね東北寄りなんですよ私。急にね東北人出てくるから、ね。確かに方言イントネーションがちょっと、ね、そうそうそう時ありますよね。じゃあ、はい、ちょっとやってみる。はい。楽しみ。じゃあ、うん、そうですね。じゃあ検索してる。そうそう。あの実は辞典があるんですよ。あ、そうなの？そんなに違うってこと？じゃあ辞典があるぐらいよ。宮古弁辞典、まあ宮古弁って調べると出てくるんですけど。宮古弁の。はい。じゃあまあちょっと簡単な、ね、簡単な文章というか、はい、単語短めに。うん、じゃあ、ほらほら阿部。阿部。阿部。阿部ですね。阿部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 。今ヒント言いました。ほら。ほら阿部。あ、分かった。あ、雨でしょ違います、レイニーじゃないの、レイニー、ホラーアベ、ホラーアベ、おいで、あ、惜しい、行こう、あ、ピポーン、やった、アベは行こうっていう意味でございます、ほらアベっていうの、ほらって言われなかったら多分分かんない、アベアベって言われても分かんないよね、でもみんな言うってことでしょ、アベアベって行こうっていうのを、ほらアベ、ほら行くぞみたいな感じで、そうなんだ、アベーは言いますね、アベーって言うんだね、そう不思議ですよね、あとはアベアベ、うん、そうですね、まあ、多分これも通じないとは思うんですけど、うん、エンズ、エンズ、なんかエンズーなー、かゆい、なんかエンズーなー、エンズーな、エンズ、なんかエンズーな、はい、疲れた、違いますね、肩こり、ああでもそういうなんつもそっから来るこうなんか肩こりというかなんかこう
だるい。なんかなっていう、なんだろう。難しいかな、これは。ちょっと変すんな。私たち使う？そう、まあ、そうですね。使います。でも、なかなか難しいかも。めんどくさい？あめんどくさい。これは正解言ってもいいかな。あの、しっくりしない。違和感が。わかんないな。なんかこう、なんか私の方じゃわかんないかもしれないけど。えんずいなって使うんですけど、ね、これ、来てから通じなくて全く。全然そこだな。えんずい。それこそえんずい。確かにね。じゃあ、難しいね。次は、はっちゃがってる。はっちゃがってる。ヒント。容器。なんで鬼太郎になるのよ。容器が立ってる。寝癖。ビバー。ああ、なるほど。まあ、はっちゃがってるってこういう風になってるよっていうの、寝癖がついてるよみたいなのが。はっちゃがってるよ。はっちゃがってるよ。はっちゃがってる。頭はっちゃがってるっていう。頭はっちゃがってるってなんかすごいね。なんか散らかってるみたいなね。容器って何？容器めっちゃ完全にこうなってたもん。容器しか見えなかった。これも全然通じませんでした。面白い。全然わかんない。ちょっとまだ一個も当てられてない私。そうだよ、私意外とほら通じてるね、うん、やっぱさすが青森って言うのね。関係あるのかな。旦那さん今までいつも通過してるだけだけど。旦那さんは青森だからさ、ちょっとやっぱそれにやっぱ東北、ね、通じるものあるのか、うん、あるかもしれない。これ普通じゃないと思うんですけど、うん、まあ投げる。投げる。投げるっていうのを、うん、宮古では違う使い方というか、うん、まあ投げるは投げるなんだろうけど、ちょっと違うんですけど。意味が違うってこと？そうなんです。関東の人が聞く投げる、あ、いう投げると意味が違うっていうこと？うんうん。捨てるとかってこと？そうです。うん。その、うん、ゴミを投げてきてって言うんですけど、うん、それを投げてって言って知らない、うん、通じない友達に言ったら、うんうん、本当にゴミポンって投げてきたらしい。ゴミ投げてきてって頼まれたから本当にポンって投げたらしい。それ笑っちゃって。いやでもそれはね、そのまま受け取るよ。そのまま受け取る、うん、そうしょうがない。これ投げてきてって言われたら えいいの？ポンだよ。それは本当に笑いました。投げてきて、やっぱ方言って面白いね、うん、そう面白いですね。ちょっと羨ましいな。羨ましい、本当羨ましい。じゃあ最後に、はい、ゴンボ掘り。ゴンボ掘り、はい、ゴンボ掘り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 、ゴンボってなんだ、はい、ゴンボ掘るわけでしょ。そうです、ゴンボ掘り。今ちょっと探します。それ物？物ってこと？物じゃないですね。物じゃない、はい、動作？まあ、そう、まあ、うん、ゴンボ掘り、まあそう、うんと、動作じゃなくて、うん、ゴンボ掘り、ゴンボ掘り、じゃあもう、なんだ。あ、分かった。はい。もう、すっごい怒ってるよ。正解で大丈夫ですか？なんでそこに。まあ、本当にこう、今日、なんて言うんだろうな。まあ、強情な人、ゴンボ掘り。そうそうそう。ゴンボ掘り。なるほどね。はい。強情な人。強情な。あ、でもやっぱごぼうって書くんだね。そうです。あ、そうなんだ。本当にまあ、ゴンボ掘りだごどっていう。強情な人だごどっていう感じ。へぇー。ゴンボ掘りだごどって。ゴンボ掘りだごどっていう感じで。宮古講座でございました。いやー面白いわ。すごいすごい。これなんか各地域のさ人たちの呼んでやってみたいよね。確かにね。そうですね。絶対いろいろ面白いのありますよね。ね、でも最後に、はい、今日のそのさなえちゃんのプロモーションビデオのほら告知できたわけじゃない。はい、それを全部宮古弁で言って。そんな難しいこと急に。そうですね。どうかな。言えるかな。言えるかな。だ、じゃあ、だって、あべあべ。俺が出演する。かわいい。岩手県宮古市の、YouTube チャンネル、公式 YouTube チャンネル、M 宮古に、動画が上がっております。もうね、なんか、都会に洗脳されちゃったの。もうね。
しょうがないんだ。動画何なってっけ見てください。それよ見てけでねえかな、うん、動画が上がってっけ見てけでねえ、よろしく、ほんでばねえ。ブランニューサタデーは毎週土曜日朝10時から12時2時間生放送でお届けしています。はい、インターネット JCBA サイマルラジオでもお聞きいただけますので、ぜひ本放送の方も聞いて楽しんでください。はい、そしてさなえちゃんのね、はい、YouTube の方もぜひ、さなべえチャンネルもよろしくお願いします、はい、海の街でたくさん聞いてください。見てね、また来週。